はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ジンペイではなく、他のキャラクターで、ボスのソロ攻略、やっていきたいと思います。今日は、このキャラクター、ノズチカ、ですね。一番 HP が高くって、攻撃力もそこそこあるので、行きやすいかなと思います。HP8611。これだけあれば、そうそうダメージ食らわないと思うんだよね。行ってみましょう。行きまーす。ちょっとね、そうじゃなくって、陣兵以外を入れていくっていうやつでもよかったなぁ。ミスったなぁ。ちょっといけないかもしんない。まあまあ、頑張りますよ。とにかく頑張る。おー、いや、今、カス当たりだったからかな。そんなにダメージは受けてないような気がする。あー、危ねえ。いや、やっぱ食らうな。食らうね。で、イタリアの爆食メダルをつけてきてます。ステータスがかなり上がるので、でしょう。あ、そう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 。うんうん。あ、火力もあるし、そうだ。あ、危ねえ。こいつは、ノズチカはあれだった。防御力を下げるチャージ攻撃がついてるので、使いやすいんだ。オッケー。これでいいんだね。お、4万いい感じ、いい感じ。お、あ、これ余裕かもしんない。うん。多分、いけるっしょ。思った以上にダメージも与えれるんで、大丈夫。で、もともとね、結構、耐久力がある上に、装備品をしっかり、装備してきたんで、大丈夫。まず、クリティカルは絶対受けないようになってるし、装備でね。大丈夫でしょう。オッケー。減らせる減らせる。それぐらいなら全然いいよ。よし。まあ、とにかく、あいつか相手が、グレート化して攻撃力が上がってからがちょっと問題かな。それまでは全然余裕っぽい。よし、本気が来ました。結構安定していけてる気がするよ。 OKOK、 とりあえずは大丈夫で、あのね、クリティカルはなんか食らうっぽいね。うん、準備を間違えたかな。クリティカルは無効にしてきたはずだったんだけど、全然クリティカル食らいますね。でもまあ、たまにしか食らわないので、3000食らうんかい。これクリティカルだったら死ぬぞ。これ、やっぱあの、レーザーが一番要注意だね。あれは絶対食らっちゃダメ。でも水を疲れると食らうんだよね。オッケー。じゃああと3分の1、うん、そのぐらいか、3分の1ぐらいか。頑張りましょう。近くにいていいやつ、近くにいちゃダメなやつっていうのをしっかりと覚えてやっていけばなんとかなるね。いや、オッケー。オッケー。やっぱ一発一発のダメージがね、かなりでかいし、そこまで最終時間までかからないんで、いいね。やっぱいいキャラクターだ。おい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 、クリティカル食らうと死ぬ。あれ。で、あとこれね、いいことがもう一個あって、気候を入れてるんだよ。気候の必殺技を。なんで、クリティカルが出ると、消回復します。よっしゃー。3000とか一発回復してくれるわ。だいぶ違うもん。あれー。はいはいはい。もう少し。
レートパの時はね、とにかく要注意です。あー、やばいやばいやばいよ。おい、あぶね、死ぬ死ぬ、うそ、重ねられたら死ぬよ。よし、さっきと同じぐらいまで来ましたね。あぶね、もう死なんよ、もう死にません。おい、やばい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 、そこにいられるとやばいって。この攻撃がね、重なる時が本当にやばい。あれだけはなんとか回避しないと死ぬね、間違いなく死ぬ。もうチケットを無駄にしたくないから絶対勝つよ。よし、 OK、 いい感じになってきたんじゃないですか。 OK、 でもあと1回はプレーとかするだろうから、そこは注意していきましょう。はい、敵の攻撃をしっかり見切っていかないとダメなんだよね。やば、まあいいや、重力崩壊した時でもしっかりと敵に引っ付いて、オッケーオッケーオッケー、攻撃を見極めていく。あれ、あで、これもチャージ攻撃、あれだったね、防御力を下げるんじゃなくて攻撃力を下げるんですよね。そうだった、オッケー、来た。これになった時に攻撃がね、何回か重なった時が死んじゃうんだよね。しっかりと避けていきましょう。 OK、 いいんじゃない。はいはいはい、危ない危ない。この時が結構攻撃のチャンスね。 OK、 いいぞ。やばい、あっぶねー、あ、今のはマジで危なかった。よし、嘘、食らっとるし、あぶねー、サンダーも負けるからね、あれ注意です。いけ、オッケー、だいぶ減らしてる。で、そろそろ消えるはず、グレートが終わるはず。そこで一気に畳みかけて終わらせようよ。終わらないか、まだまだギリ、あと1回グレート化してきそうな気がする。いった、逃げよ、あ、いやいや、逃げて時間が経つとちょっとまずいんだ、グレート化するからね。やっべ、やっべ、いや、食らってる食らってる、しゃあ、うっそ、早い早い早い、移り変わりが早い、あっぶねえ、つらい。よし、こっから最後の追い込みが結構きついよね。そっち行くな、そっち行くな、動きにくいんだ。イエーイ、いいかな。意外とね、あの最後の炎が残る時があるんだよね、まだかっていうことがあるんで、オッケー、おい、重ねるな、あー、もう重ねるな。はい、ということで、のずちかで行きましたけども、2回やられました。チケットの無駄遣い、本当に。あー、やっぱりソロ厳しいね。厳しい。いけたと思ったんだけど、最後の最後攻撃をね、めちゃくちゃ重ねてくるんで、避けようがないんだよね。HP の高いのずちかであれなんで、ちょっと低めのやつとかになるとかなり厳しいと思います。はい、ちょっと今日は残念でした。
ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。